まあ、みんなも体調気をつけて、なんか夏バテとかさ、なんかね、あの、ほんと無理せずね、みんな体調には。ウィンダーゼリーのも、インゼリーか、インゼリー飲ませてて、ペコーラの栄養補給剤、インゼリー、素早いエネルギー補給、おにぎりおよそ1個分。これがね、入るのよ、お腹の中に。そう、インゼリーも買ったの、インゼリーも。最近夏バテ気味で、あんまりね、ご飯食べれないわけじゃないの。最初の2、3口はめちゃめちゃ美味しいの。わー、美味しいペコなんだけど、その後もお腹いっぱいになっちゃって、なんか残しちゃうペコだから、インゼリーとかこういうすっきりしたやつだとね、入る。何、ひろゆきさん、インゼリーはただの砂糖水、飲む人はバカ。ね、あんたそれ飲んでるペコーラにさ、なんちゅうこと言ってんの。いや、いいよ、ひろゆきさん、あれでしょ、あのロンパーの人ペコでしょ、なんかあの、なんかロンパでしょみたいな感じでしょ。それペコーラに今さ、それひろゆきさんが言った言葉をペコーラに今言わなくてよくない？ねえ、なんでそういうこと言うペコなん。おかしいペコだろ今の。あ、ふと思い出したんだろうね、今でもひろゆきさんの配信見てる人で、あ、そういや、インゼリー飲んでるやつバカつってたな、帰っとくかみたいな、スススススって笑わせるな。普通に今なんか吹き出しそうになっちゃったよ。名前ってこと書いてんだろうって。いや、ペコアナさん、なんだっけ、なんかバカなんじゃないですかっていうやつすごい好き、なんかドヤ顔で言うやつとか。でも配信とかちゃんと見たことないの。なんかさ、なんだっけ、アベマ TV ペコだっけ、なんかさ、芸能人の人と討論するみたいなやつはペコーラさん見たことあるんだよね。なんかと、なんか芸能人の人、芸人さんとか、あと普通に著名人みたいな人と、なんかその一つのテーマに対して、なんかその、なんだろう、もしペコーラの人参は腐ってる腐ってないかで討論してくださいみたいな、そういうのはペコーラ見たことあるけど、配信見たことない。なんかめちゃめちゃおすすめに出てきたりもするな、見てないのに。腐ってんの？腐ってない。腐ってねえペコ。毎日入れ替えてるから。